日本にはいろいろな文化がたくさんあります。その素晴らしい文化は今なお受け継がれてきているのです。ここは神奈川県横浜市戸塚区戸塚町。その昔、この戸塚は東海道五十三次の宿場町でした。1830年天保年間には大小80近い旅籠が並び、大名行列も練り歩くほど大変なにぎわいを見せていたといいます。下に下にと言いながら歩いていったのでしょうか。今も残っている本陣跡、この辺りが中心として栄えていたといいます。その本陣跡の近くに畳の伝統技術を受け継ぎ守っている人がいます。神崎正美さん、畳職人です。神崎さんは一級技能士の畳職人だったお父さんの三男として生まれます。お父さんは明治43年生まれ、厳しい年季奉公も明けて昭和11年の春独立したのです。その頃3人のお弟子さんとお兄さんも一緒に働いていたといいます。8歳年上のお兄さんが23歳の時突然不幸にして亡くなりました。急遽三男の神崎さんが後を継ぐことになったのです。最初はもう腰が痛くなっちゃってね、中腰でほとんど仕事しますから、その頃は職人さんが3人ぐらいいたんですよ。でどうしても継がないと皆さん困っちゃいますからね。覚悟を決めた神崎さんはベテランお父さんを師として仰ぎ、20歳の時から修行に入ります。畳の歴史は古く、日本で生まれた日本にしかない素晴らしい敷物なのです。奈良時代に始まり、室町時代には畳が部屋全体に敷かれるようになり、やがて茶道の道にも発展してきました。20年ぐらい前で神奈川県で800件ぐらいあったんだけども、今組合入ってる方250、60、もう3分の1ぐらいなっちゃってます。結構ね、息子さんやってんだけども、2人で遊んじゃって、もうお父さんどっかアルバイト行ったり、そういうとこ結構多いんですよ。ここでお父さんがお店を構えてから80年になるといいます。ご弊社、息子はもうサラリーマンになってます。まあ10年20年したらね、畳の部屋っていうのがうんと少なくなっちゃうと思いますからね。社長さんの代で終わりですか？あ、もうおしまいですね。あ、もったいないですね、はい。作ってる途中に入れてるんですよね。で、出来上がって敷いた後、日本産の表ですよっていう証明で持って、ベテランの神崎さんが苦笑しています。こういうところはみんな隅、こういうコーチ室でやっちゃってるんですよ。この人はもう針一本も使ってない、なかなか取れない、お父さんが亡くなってから11年間毎日ずっと一人で仕事をしてきました。たまにはおしゃべりの相手が欲しいでしょうにねえ。
上げない。はあ、なるほど。傷だとか。包丁を使わないで、はい、カッターナイフ、そういうので結構やってる人多いんですよ。うちの親父の親方からもらったやつ、100年ぐらい前かも分かんない。だから使わないで取ってあるんですよね。あ、なるほどね。2人だけです、神奈川県。今年は受けられる方、2、3年なかったんですよ、受けられる方が。海老名の人と、はい、小田原の人、海老名の方が2級の方受けられます。今日は畳の良さを知ってもらおうとイベントが開かれ、神奈川県下から21人の職人さんが指導に当たっています。中学生とか小学生に、うん、畳 PR する機会を持たせてもらって、うん、ものづくり教室とか、それと結構組合でもって参加して子どもやなんかに畳の良さを。子どもたちが畳文化に触れ、日本の素晴らしさを理解して畳職人に少しでも関心を持ってくれたらと私は願っています。野菜も取れる。なんか子が嫌い。畳職人とは、畳の床、材料は問屋から仕入れ、その畳を寸法通りに作る人のこと。そこで高度な技術が必要とされるのです。ここが嫌い。生やしたものにゃ。畳の仕事は雨が降ってもダメ、湿気があってもダメなのです。その日の天候によって左右されるとのことです。赤、青、黄色。さすがたものは息子さんは将来を考え、運送業の会社に勤めています。町内の人たちが待ちに待ったお祭りです。このユニークな踊りは江戸時代の中期頃、江戸や大阪で盛んに行われていましたが、やがて各地で消滅し、現在は東海道この戸塚地区だけに伝え残されています。米も取れる。今年も神崎さんの音頭取りが始まりました。神崎さんにとっても一つの息抜きになるかもしれません。3時間近くも町内を練り歩き、お札を巻くのですから、さすが氏子の男子13名の皆さんでした。どうして女装するのか、とても気になっていました。
が、ようやくわかりました。そうだったんですね。まあ、一番言われて、はい、嬉しいのは、またお願いしますって言われる言葉ですね、うん、いい言葉だと思います。またお願いしますっていうのは、神崎さんは自分の代で終わりと知りながら、職人匠の技を与えてくれたお父さんに感謝しながら、だからこそ今をしっかり力強く生きているのです。今日もまた神崎さんの一日が始まりました。